皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。練習上手は上達上手みたいな感じで、練習上手になるためにはどうしたらいいかと、そんな話をさせていただいている動画でございます。1本目の動画では、焦らないということと、1から2にして3にするという話をさせていただきました。で、3つ目の動画、この動画の中では、3つ目、4つ目、5つ目のポイントについてお話をさせていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、もう始めてみましょう。結構具体的な話です。3つ目のポイントは、練習のステップを3つに分けるという話です。ステップを3つに、あれ。ステップを3つに分けるということです。どんなステップかといいますと、まず最初は覚えるステップです。覚える。で、その次のステップとしては、パートごと。で、3つ目としては、曲を通してという感じです。順番にお話をさせていただきますと、まず曲を用意しますよね。練習したい曲とか、練習したい練習フレーズとかを用意するわけです。で、そのときにまず何をやってほしいかというと、覚えるという動作なんですよ。1小節ごとでもいいですし、1段ごととか、セクションごととかでもいいです。とにかくその楽譜を見なくても、ある程度なぞれる範囲まで持っていってほしいんです。ある程度覚えるところまで持っていってほしいんです。で、その覚える範囲が一番最初から最後までその全部通してなのか、それともセクションごとなのか、それともワンコーラスだけなのか、その日は皆さんの判断にお任せをいたしますけれども、ある程度覚えるところまでは、とりあえず覚えることを目標として練習をしてほしいんです。楽譜を見なくても弾ける。まず、この最初のステップを意識して練習してみてください。で、ある程度フレーズを覚えられたならば、パートごと、もしくはその3小節とか4小節とか、もう1段とか2段とかでもいいです。とにかくその1文分だけで、部分的に部分的に練習をしていくわけなんです。覚えたフレーズを指でバババッと動かして、まあ、その体になじませるといいますか、そのフレーズの動きを覚えるわけですね。で、その体を慣らして慣らしていって、最初はゆっくりからスタートして、原曲のスピードについていけるように、どん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 この一部分一部分を仕上げていくような感じです。まあ、イメージとして、一曲バラバラ、まるまると終わったならば、とりあえずまあこの辺をまず覚えると。覚えた。で、覚えたとしたらば、ここを繰り返してできるようになりました。ここを繰り返してできるようになりました。ここを繰り返してできるようになりました。繰り返してできるようになりました。そしたら、こう全体を繰り返してやってみようと。やってみるわけです。そうすると、だん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 このね、弾ける範囲、できる範囲というのが詰まっていって、最終的には一曲丸々できるようになっていくようなイメージでございます。で、この状態になったら、最後のこの曲を通して練習するという練習をしてみていただきたいんです。意外と覚えて、部分部分で練習して、よっしゃ、できるようになったぜとなったとしても、曲を通してやると、意外と忘れてしまっているところとか、通してやると難しかったりするところが出てくると思います。パートごとに埋めて、よっしゃ、できたぜ、このまま曲を通していけるかと思いきや、意外といけねえみたいな感じで。で、この練習を繰り返す中で、またこう A に戻ったりとか、B に行ったりとか、また A に戻ったりとかするときもあるかと思います。ただ、最初に意識してほしいのは、まず曲を用意したならば、覚えることを大事にしてほしい。で、覚えたならば、一部分部分で、部分部分で練習してみてほしい。で、部分部分がここできるようになってきて、全体的になんとか把握できたら、曲を通して練習してほしいということです。いきなり曲を通して練習しようと思っても結構無謀だと思うので、まあ、こんな感じでステップごとに分けて練習していくと、いい具合に上達が実感できるんじゃないかなと思います。まあ、もっと細かく言えばいろんなステップがあるんですけど、まあ、ざっくりとそんな感じでございます。もし皆さんが思うことがありましたら、皆さんなりのステップとかも作ってみてくださいませ。で、4つ目、ツールを使う。という話でございます。これは何かといいますと、iPhone アプリでいうと耳コピーとか、僕が昔動画で紹介しておりますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。簡単に言うと、曲を部分的にゆっくりにしたりとか、ピッチを変えたりとかするアプリケーションのことです。Windows とかでしたら、もしくは Android とかだったらば、早いもんというソフトが便利かと思います。僕は iPhone 使いなので、その常に耳コピーでやっているんですけれども、こういったツールを使うということもとても大事です。この部分部分を練習するときに、この範囲を設定してひたすら繰り返す練習もいいですし、ちょっとスピードが間に合わないという場合だったら、そのゆっくりにして合わせるという練習でも構いませんし、あと何気に便利なのが、
このバンドによっては、その半音下げのバンドとかあったりするじゃないですか。で、その自分のギターがレギュラーチューニングに設定されてたら、その半音下げに設定するのがすごいめんどくさいって感じたことはありませんか。そういうときにこういうツールを使うと、このね、ワンタッチですぐにこの半音を上げることができるので、レギュラーのまま練習できるというメリットもあったりとかします。こういった便利ツールを使って、自分の練習の質を高めていくという感じでございます。いきなりこう、ね、超絶速弾きソロとかを、ね、原曲のスピードでバーッとやっていても、なかなかうまくならないので、とりあえずまあ最初は 60% ぐらいに設定をしたりとかして、できる範囲をどんどん広げていくと。60% ができたら、その次 70% にして、その次 80% にして、90% にしてという感じで 100% を目指せばいいわけです。いきなり完璧を目指すんじゃなくて、こういうツールを使って、ゆっくりから徐々に速くという練習をしてみると。で、意外とこう曲に合わせたりとかすると、面白かったりとかするので、自分を楽しませるという意味でも、こういったツールを使うのはとてもお勧めでございます。あと、この半音下げとか、全音下げとか、そういった変速チューニングに対応して、手間をできるだけ省くという意味でもとてもお勧めでございます。耳コピーとか、早いものとか、こういったツールをいろいろ使ってみてくださいませ。もちろん、メトロノームとかもこのツールの一つですね。メトロノーム。あと、ちょっと知識が必要になってしまいますけれども、なんか自分でこう打ち込んで、なんか自分なりのアレンジトラックを作るというのもまた面白いかと思います。ガレージバンドとか、キューベースとか、ソナーとかを使って、そういった自分の楽曲っぽく仕上げてみるというのもまた面白いやり方だなという感じですけれども、ちょっとこの辺は知識が必要だから、あまりお勧めはできませんが、とりあえず、この耳コピー、早いもの、メトロノーム、この辺のツールを使う練習はとてもお勧めですので、ちょっと検討してみてくださいませ。昔の動画も耳コピー紹介動画がありますので、そちらの参考にしてみてくださいませ。で、最後。目標を持つということです。一番、僕が思うに一番いい目標というのは、やっぱりその発表の場だと思うんですよね。その何かしらのイベントだったり、ライブだったり、発表会だったりとか。なんかそういったもので、このやらなければいけないという環境は多分一番いいんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、そこまでいかずとも、なんか友達の前で披露するとか、なんか動画投稿するとか、自分で録画をするとか、録音するとか、何かしらその目標を持って日々の練習に取り込むという感じでございます。で、こういうのも具体的だったら、具体的であればあるほどいいです。例えば、もう2016年12月30日に、あの曲を録画するとか、iPhone でね、まあ、目の前にパンと iPhone を置いて、ぷんぷんつってこう録画して、この曲をもう2016年の12月30日に必ず実現してやるぜ、うおーみたいな感じの設定をするのも良いかと思います。もしくは誰かと会う約束をして、セッションする約束とか、なんか聞かせてあげる約束とかをするとかっていう感じでしょうか。そんな感じで、まあ、いろいろ目標はあると思うんですけれども、何かしらの目標を持つというのもすごく大事な要素かなと思います。だらだら練習をするのも、まあ、いいんですけれども、悪くはないんですけれども、何かしら人前で演奏するとか、なんかこうきっかけを持って練習をしておくと、それもまた練習上手になるのかなという感じでございます。はい。とりあえず、そんな感じでしょうか。5つのポイントをお話しさせていただきますと、そんな感じでございます。1は焦らない。で、2は1から2にして3にするということ。で、3は、もうちょっと具体的に、練習のステップを3つに分けるということ。で、4は、アプリケーションとかツールをうまく使うということ。で、5つ目に関しては目標を持つということでございます。こういったものがね、この着々実践できると、まあ、練習上手と言っても差し支えないんじゃないかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。まあ、平たく言うと なんかこうね、本当に練習って話になっちゃうんですけどね。ただ、この目標を持つことも、ツールを使うことも、そのステップを分けることも、その自分を楽しませるための工夫だと思うんですよ。人前で演奏したりとかして、なんか友達とかに褒められてたらすごく楽しいですし、嬉しいですし、なんかツールとかを使って一緒に演奏したりとかすると、それだけ結構面白かったりするものですし、そんな感じでその自分を楽しませる工夫だったりするわけです。1つ目の焦らないに関してもそうですよね。自分にプレッシャーをかけずに自分で楽しんで欲しいからという感じのステップなわけなんですけれども、でそれがその、ね、楽しいからといって、どんどん練習する時間が増えたら、それはもちろん上手くなるわけじゃないですか。なので、練習上手というのは、言ってみれば、その楽しんだもん勝ちといいますか、その自分を楽しませたもの勝ち、なんて言うんだろう。自分を楽しませるのが上手な人が練習上手になると思うんですよ。なんとなくイメージ
湧きますでしょうか。なんか言いたいこと伝わりますでしょうか。まあ、そんな感じで、ちょっと具体的に5つのステップに分けさせていただきましたけれども、皆さんなりに、いや、これはこうちょっと違うなとか、これこうした方がいいかなとかってあったりするかもしれません。そんな感じで、どんどんアレンジをして構いませんので、自分のこう、なんていうんですかね、気持ちを満足させるというか、自分を楽しませることにフォーカスをして、日々の練習に取り組んでいただけると嬉しいなという感じでございます。それではまたベラベラと喋りましたけれども、以上でございます。何か参考になるところはありましたでしょうか。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。